福井鉄道600系電車は1997年に登場した福井鉄道の電車である。本校では600系の2両編成タイプである610系電車についても記す。600型は両運転台の電動車。同車は元名古屋市交通局名所線の1100.1200型で下記の改造を受け、老朽化した旧型車置き換えのため、 1997年に601、1998年に602の一両ずつが入選した。601については1997年12月26日より営業運転を開始している。2015年2月現在、602の一両が在籍する。当鉄道への導入に際し、名鉄重傷車両工業岐阜工場にて以下の改造が行われている。 塗装デザインは601号導入の年に公募された中から地元丹南高校からの案が採用されている。車内の座席はロングシートであり、主車が同じである高松琴平電気鉄道600系700型は2棚が設置されたのに対し、こちらは設置されていない。2004年10月1日改正では、もっぱら平日、土曜日の朝に、 新名駅原町駅間の片道に使用されていた。一両運行で収容能力に問題があるため、2006年4月1日からの低床電車の導入により、定期の運用が廃止された。定期運用廃止後も車両そのものの使用はあり、2006年6月14日には、福井大学と大研科学工業株式会社の共同研究によるリチウムイオン二次電池の試験車両として、 602号が使用された。その後の602号は2007年から7から8月のイベント電車である福鉄ビア電号2009年12月からは年末年始の忘年会新年会を居酒屋電車として使用され2010年12月に福鉄急行職に塗り替えられている。2013年3月の F 線系第1編成導入を前にして 車庫のスペース確保のために601号車は2012年12月19日に廃車となり、解体のために、伏木駅に隣接する日本車両リサイクル株式会社の工場へ陸送された。なお、602号車については、海線系の導入完了後も予備車として現存している。610型は600型を2両編成とした連結車である。同じく、 名古屋市交通局名城線の1200型を種車としている。600型とほぼ同様の改造を行った後、1999年に、モハ610区ハ610の2両1編成が導入された。型運転台のため定員が多い以外は、外装、内装とも600型とほぼ変わりない。連結面脇の座席は、優先席指定の座席が灰色の表皮で、 区別されている。塗装の基本デザインも600型と同じであるが、2005年11月下旬より全面広告車となっていた。2007年にはかつて300型がまとっていた白色ベースの塗装となった。2018年に回線型が導入されるため廃車、解体された。内は運転台の流用元車。ありがとうございます。